どうもお疲れ様です。山本太郎さんの話ちょっともう一回だけさせてもらいたいんですけども、山本太郎さんって国会の野良犬っていう風なねキャッチコピーがついてた時期があるんですよ。まあそんな形だったと思いますけども、ちょっと私の記憶曖昧かもしれませんけども、国会の野良犬ね、つまりは与党にも属さないし野党にも属さない第三勢力っていうことらしいんですよ。与党と野党の、まあ、机の下で手をぬるっとね結んでるところに、まあ、水を差してですね、本当は国会ではこんなことが行われてるんですよっていうのを国民に知らせてくれる役割、まさに野良犬。それで国民の大半はですね、どことの既得権益にもつながってないんですよ。もしくはつながっていて仕方がなく個人の考えを歪められている、まあ、例えば大企業の社員とかになると、その企業の意向に沿った投票に誘導されることもありますしね。私も実は会社員の時にその政治家さんがね挨拶に来られて、で社長と一緒に来られたんですよ、店の方に。それでその時にお客さんほったらかして、全員集合って言ってからね、バックヤードの方に集められて、なんか知んないけどその国会議員かね県会議員か分かりませんけども、その政治家さんの挨拶聞かされて、で名刺をみんなに渡されてね、握手させられてね、でなんとなくこの人に投票した方がいいかなって気にさせられるじゃないですか、ああいう風なことをね組織票って言うんだろうなっていう風に体感した、まあ、20代の春だったんですけどね。まあ、ああいう風にして多くの政治家さんっていうのは票田を掴もうとしてるんですよね、組織的に。企業とか宗教とかそういったものを使って、時には町内会に行ったりとかしてね。まあ、でも令和新選組山本太郎さんはバックには組織がない、宗教団体もない、企業もない。何があるかっていうと国民一人一人なんですよね。そうやって分断されて孤立してしまったその国民っていうのに乗っかるためのプラットフォームとして令和新選組を立ち上げたと。そして皆さんには先頭歩いてくれなんてこと言わないと。できることをすればいい、やりたいことをやればいい、休みたい時休んでくれればいい、先頭は俺が行くからみたいな感じなんですよね。まさに野良犬っていうのはなんか聞こえは悪いですけどもね、どんな状況でも生き抜いていって、どんな状況でもついてくる仲間を見捨てずにっていうところなのかなと思うんですよ。なんかね、ずいぶん長い間山本太郎さんの動画を見てきたような気がしますけども、これからはねそこにもっともっと深く関わっていけるんじゃないかなっていう気はしますね。あ、ちなみにね、山本太郎さんといえば南の帝王じゃないですか、公平っていう役で出てましたけども、凱旋でそのこともちょっと話すことがあるんですよね。で萬田銀次郎のモノマネをしたこともあってね、なかなか面白いなと思ったんですけども、7月26日から U-NEXT でその欲望の街っていうね竹内力さんの新作が始まるんですよ。これは南の帝王の続編と言ってもいいような形なんですけども、まあ権利の関係でもろにそうだとは言ってないんですけどもね、南の帝王ファンには本当お待ちかねの番組ができたなっていうところでございます。動画概要欄に先ほど撮ったねモッピーでお得にその U-NEXT の欲望の街が見れるようなプログラムもこうかっちり押さえてますんで、ちょっとそちらの方の動画を見ていただければと思います。それでは今回は以上です。いってらっしゃい。